キア高校な優衛高校赤コーナーファント16小節2本です。それではいきましょう。 DJ まさかレディーファイト。いや、ついに来た来た、ちまちまさ、傷を受けない変態、無差別、キラキラ間違いないぜ。こんな感覚、お前と当たれて嬉しいぜ。でも俺の強化、一枚上手、まだまだこのチャンスを逃す気はねえぜ。間違いない、恥じらいなしで、マイク一本握る、まだまだ俺だぜ。しょっぱなから間違いちゃう、ガキがそう足元にちゃう、みたいなノリだぜ、お前はそう。経験不足がそうでけん、そんなラッパーに全国行っても最近の千葉の不況と同じ、所詮は一回戦敗退、どっちの方が可能性あるお客さん。いや、何が嬉しいぜ、俺は嬉しじゃないで、お前が相手、俺は本当は正面が素敵のはず、お前はいらないで、ホワイトウッド、今日 OK、 中指立てよ、笑ってんじゃねえぞ、このペラボー隊長、その焼きそばみてえな髪全部食って言うと取り出すから、まだまだ俺から生きて、てめえの収録には乗らねえぜ、 OK、 島で目線どっちがやべえか、松原より船橋の方がやべえじゃん、うん、それだけは正しいから、松原より船橋、それだけだぜ、マイクロフォンはそれだけでもいい、勝ち越してめえには興味がねえぜ、キール気持ちも心も松戸が重症、熱さだったなら松戸が修造、こんな感じ、孤独な手も使っちゃうぜ、そんな感じ、つまりは違うだろ、じゃねえよ、お前も違うだろ、16に乗らないぜ、いや乗れてないぜ、お前はバイバイ、まだまだ母ちゃんの指示すんときな、イエチェックワンツー、どっから本領だけ、心のデッキ、中は解除、アイドルも俺がバイユー、アイドル、いいね、ダメージ IT の名のもとに、一人で乗り込んできた、ここチバチバ、何度も言う俺が来た来た、チャンスを受けねえな、決勝で足が震えて、松岡修造で助かってんじゃねえ、大丈夫、OK、バトンの予選、見れば一発でわかる、こいつフェイクだぜ。判定いきましょう。どちらが一方リスペクトを込めて声を聞かせてください。先攻青コーナー優衛、後攻赤コーナーファント、まずは優衛陪審レディージャッジ、青勝者優衛、ファントにも大きな拍手。